なんと長野県稲子でございます。これスーパーの佃煮コーナーで普通に売ってたらしいんですけど、なんかね、1キロっていうのもあったらしいんですが、さすがに食べきれないんで、ここ読み、いいなご、ありがとう、小さいやつにしました。これで100グラム、あ、ないか、100も65グラムで、原材料名に稲子と書いておりますなかなかないですよね、原材料名稲子って大阪ではなかなかないんで、じゃあ今日は晩ご飯にこれをいただきます。